かかってきた。あ、もしもし。もしもし、お疲れ様どうでしす。ました？ライブ。お疲れ様です。キングから電話かかってきた。え、いいんですか？え、キング YouTube 消えちゃったんですか？大丈夫ですか？え、キングのチャンネルどうなったんですか？ YouTube チャンネル収益化はできてないですね。見れないんですよ。え、てか、すいません、夜中に。ごめんなさい、ありがとうございます。僕のチャンネルの配信なんかに。全然大丈夫ですよ。いや、たまたま見てきたんでライブ配信してるの。いや、ありがとうございます。いやいや、全然。え、キング、僕のこの揉めてる件、ちょっと見てくれました？6時にはい。リサーンを貸すっていうのを見ましたよ。はい。何を見ました？あ、リサーンを貸す？リサーンを貸すって岩井社長が怒ってるのを見ました。はい。いえ、リサーンは貸すなんすか？や、貸すじゃないですね。貸すじゃない？え、貸す何がじゃ貸す？ないです。何が貸すなんでしたっけ？東大理さん以外は貸す。あ、東大理さん以外が貸すか。俺が貸すは僕の、はい、僕はそうですね。ちょ、キングどこいるんですか？キング音悪すぎますで、ね。キングちょっと、キング なんか、バカこもってるんですけど。てか、キングマジで僕の配信の中に軽々しく出ない方がいいっすよ、今。僕今、キングと仲いいせいで目つけられてるんすよ。もしもし、あ、聞こえて、いどうですや、聞か？こえてる、聞こえてる。いや、僕、仲良しだと思ってるんですよ。え、なんすか？僕、誰とっす僕か？はなんか、ベテランさんと。え、俺とっすか？もちろんですよ。いや、だから僕も別にキングをいじったりちょっとしてましたけど、別に嫌いな感じじゃないじゃないですか。そうだと思いますよ。その悪意多分感そうじでなす。かったと思うんですよ。普通の撮影の時は、撮影の時は普通にこう、あ、いい、そう、めちゃくちゃいいなっていうのは正直な感じですね。いや、そうでしょ。で、僕も別に普通にしてたと思う。え、なんすか、なんすか。はい。動画見るとちょっとこういじってる 感じが、いや、それはいじってます。あえていじってるのか、はい。いまあ、その本音なのかわかんないですけど、や、それはね、本心も半分あるんですけど、むずいっす。でも、あの動画の俺のヘラヘラした状態でずっと言ってしまうと、やっぱキングを嫌いで見に来てる人もいるんで。ああ、逆に見てもらうために練習をうまそうっくしす。たっていう。僕は最終的にキングのことをちょっと好きになってもらって、帰らせようっていうふうに思ってたんで、全部あげるじゃなくて、避けてあげたり、あ、そう。ピンとくれ。ほら、キングってな、トークできるやろ、みんな。そうなんですよ。一回下げてあげての方が、そう、みんなに説得力を持っなるほて、ど。そのキングのちょっといいとこが伝わるかなっていう。そうなんですよ。あれ？でも、キングが今、僕のことだけ仲良くしてるじゃないですか。何ですか？僕とだけ仲良くしてくれてるじゃないですか。ベテランさんと仲良くしますね。はい。そのせいで、だから岩井社長が嫉妬してるんですよ。でも、岩井社長とも、仲直りな方向に行ってるんですよ。あ、え、そうなんすか？岩井社長とも仲直りしそうなんすか？仲直りしそうな方向に、今現点、今の、10月22日の2時24分の時点で、仲直りの方向に行ってるんですよ。ベテランさんもいい人。まあ、岩社長も、謝罪のあれがあるんだな。うわ、やばいちょっやとん。なんかもう、少女ま漫ず画いなちょっってもうた、キング長、少女漫画なってまいました。と。漫画って言うと、映画化できるんじゃないかっていう。映画ができる、できるか。おい。誰ヒロインにして映画作ってんねん。おい。いや、っていうぐらいのことが起きてますね。いや、キング、キングをめぐる、ちょっとやばい、恋がえぐい。え？実験で、ツイートしたんですよね。ドッコイさんに、はい。謝罪、ごめんなさいと。あ、どっこいさんにごめんなさいってツイッター書いてるのは見た。で、僕で、ドッコイさんに謝るので、いろいろ大変だったんです。大変なんですよね、正直。はいいはい。ろいろコメントが絡んで。はいはい。なんで、えげつないことになってるなっていうのは、てか、キ正ン直。グ、岩井さんとの関係性喋らないでください。僕が怒られるんで。その岩井さんがまた、お前がキングと何使ってんねんみたいになるんで。
僕どうしたらいいんですか。いや、どうしたらいいんすかっすよね。だってみんながキングのこと好きって言ってて。いや、僕はベテランさんと仲いい、まあ、仲いいですよ。それはもう決まってるんですよね。でもそのもし岩井社長がの方がお金持ってますと、岩井社長の方がギャラ払えますってなったら、僕のこと本当は好きやけど岩井社長のところに嫁いじゃうかもしれないじゃないですか、キングが。お金、そうですね。いい名付けの、だから今日最後の電話になるかもしれへん、キングと俺の。あ、いい遺言ですね。いや、そう、ロミオとジュリエットなってもうてる。ちょ、キングちょっと喋りすぎないでください。マジで著作権違反になったらいくら取られるか知ってますか？手を知らないです。2000万円取られるんですよ。2000万円？はい。あれだけで。はい。著作権違反したら2000万なんですよ。いや、それは脅迫じゃ。脅迫それって、キングって法律詳しいっすか？いや、全然詳しくないです。でも、法律、2000万払えはさすがに脅迫、キングの意見でも。あれで2000万はおかしくないですか？そうっすよね。あれで2000万円は、そう、だと僕は思います。いや、だから俺らで審査員やって、祝い版タイガーハンディングやりましょうよ。で、俺らで詰めましょうよ。おい、祝い。おい、そんなんで2000万もらえるわけねえだろ。僕、あの、岩井社長と会う約束なんですか？ちょ、言った？ちょ、キング勘弁してくれ。キング、キングもうこれ以上しゃ、キングすぎる。キング、キングすぎんねんな。イブラヒモビッチぐらい口軽いやん、マジで。もうどうしたらいいん俺。キングマジで一番可愛い女ぐらい天真爛漫やな。キングって。僕は嘘はつかないですよ。いや、キングほんま正直っすよね。まあまあ、その、嘘つかないですよ。キングちょっともうこれ以上キングと喋ってたら俺ほんまに岩井さんに殺されてまうかもしれんから、はい、一旦その最悪僕より岩井さん優先してくれていいんで、それはキングの未来の方が大事なんで。まあ正直あの未来をそうっす、結局僕は浮気相手だと思います、キングにとって。岩井さん側についてた方がいいですね。そうっす、結局岩井さんのおかげでキングがキングになったわけなんで。正直そうですね。そうなんすよ。もちろん無事なことですよ。もちろんいい人だと思うんですよ。いや、だから岩井さんのことがまたうんざりしたら僕と撮影して癒されに来てください。わかりました。はい、あの今後とも仲良く僕としてはしていただけ。まあそうですね、そこはもう、はい、岩井さんがもうやめろって言ったら僕はもう潔く身を引きます。わかりました。でも俺はキングのこと大好きっていうことだけ覚えておいてください。わかりました、ありがとうございます。もしキングと俺が会わなくなっても俺がキングのこと好きで、はい、徹夜明けで名古屋まで行って2人で動画撮影して、で笑い合ったあの時間、はい、あれだけ覚えといてください。いや、いい子みたいな。いや、まあ分かんないですけど、まあこれからも仲良くできたらいいっすね。まあできたらいいですね。はい、すいません遅くまで。あ、いい勉強しや。勉強しやできるんですね。こんなん見てたらダメですよ。後輩になるんでしょ僕の。なりたいですね。一緒に大学行きましょう。まだ2年いるんで。ああ、いいですね。じゃあいい、はい、いや勉強教えてください。勉強教えるはだるいな。どれぐらいのレベルかによるな。でもき、じゃあ入ってからその例えばそのこういう実行のこの単位を取るにはこうしたらいいんだよ。ああ、一番知らん。一番知らん、三流してるんすよ。その僕あの、大学行ったんで、その単位取るには、はい、こういう先生はこういう傾向があるから、こういう勉強した方がいいよっていうのを先輩とかから聞いたら、単位が取りやすくなるっていうのはあるじゃないですか。あるんすよ。でも友達いないんで、僕。三流してるんで。いや。あ、でも、どの追試が本試と一緒の問題出るかは知ってます。まあ、そういうはい、はい、教えれます。まあいろいろなんか今後とも、はい、僕としては仲良くしていただきたいです、ね、ぜひぜひ。ちょっとできればすいません。
え、キング、この電話勝手にアーカイブ残しても著作権違反で訴えないですか？アーカイブこれ残すんですか？わかんないです、ちょっと。残せるかわからん。まあ僕と、まあ僕としてはどっちでもいいですよ。まあちょっと。じゃあ、著作権違反じゃないんだったら大丈夫です。著作権違反ではないです。あ、よかったー。待ってか、もう、あの、待ってか、著作権違反じゃない。あ、そうっすよね。さすがに。待って。そうっすよね、はい。すいません、ありがとうございます。すいません遅くまで。いいえ全然大丈夫。ほんまキングのやりたいようにしてください。ほんまキングはいい人なんですよ。ありがとうございます。で多分今はもうめっちゃ人気なったじゃないですか。人気なんですか？アンチ多いですよ。いやまあアンチも多いのもまあその人気の一つじゃないですか。あ、そうなんですか？ありがとうございます。だから今ほんまにいろんな人、まあそれこそ俺とかに電話してくださいよとか言われて、その昔のキングの感じでほんま友達やと思っておいみたいな電話しちゃうと思うんですけど、はい、ほんま誰でもいい、誰でもなんかほんましょうもないやつとコラボする必要ないですよ。まあそうですね、はい、だから岩井さんとどっこいさんを大事にしてください。まずわかりました、はい、筋通してください。筋だけちゃんと通した方がいいですよ、ほんまに。吹きじゃないねんから。吹き以来の脱線しない話が脱線するないこと、じゃあ話して、いや言わない方がいいようなこともあるんですよね。そうです。言ってこれ言っていいのかな。あかんあかんあかん、もうあかんあかんあかん、怖い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 、ちょっとここ怖い、おやすみおやすみおやすみ。じゃあ後で LINE で送ってください。それその配信に乗ったらまずい。切ります、切ります、はい、すいません、ありがとうございました。おやすみなさい。はい、全然大丈夫です。はい、気をつけて。はい、はい、キングえぐい。